全く君は最高だな。最高だな。やった。古代樹の種から芽が出た。アイテム増やせる。今回ないのかなとか思ったけど。緊急クエストだ。緊急クエスト。エルギガンテかな。とりあえずアイテム増やしたい。蜂蜜とか増やしといた方がいいよね。大きくなったよ。大きくなったよ。早いな。でなんだっけ、植物虫キノコ類のアイテムを依頼して収穫する施設。自動的に増え続けます。1メモリで1クエストか。肥料。へえ。肥料を使う。あ、ポイントで肥料が使えるんだな。蜂蜜。とりあえず蜂蜜増やしといた方がいいね。蜂蜜と、あ、1個しか選べないのか。収穫個数。どういうことだ。薬草。あ、やっぱ1個しか選べないのか。で、肥料を使う。これか。クエスト間に一度しか使えない。一回使ってみよう。あ、でいいのかな。あ、なんかびっくりマークついてる。さあ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 、お願いね。小玉サボテン結構私取ってた気がする。とりあえず納品してみよう。納品。あれ、ここじゃないのか。あー、すごい増えてる。ドスジャグラスが多い。ちょっと待って、これを外して。ガライバーとかもあるな。まあいいや、必要な時にチェック入れればいいか。カムーンティー、こっちにしよう。で、リーダーと話す前に新商品入荷よ。新商品入荷。ちょっと待って。お、アロワナ団子。まあ浜か。あれが売ってないね。アイテムボックス拡張。まあいいや。で、あとは
ご飯食べるとこ。行って、で、あれだね、一回ちょっとマイハウス、マイハウス戻りたいな。これクエスト増えそうだな。違った。あ、食材増やそう。卵運搬。で、ちょっと飛びかかちの装備が見たい。見た目良さそうだったらちょっと飛びがかち作ろうかな。おう、装備強化でとりあえず太刀の強化ができる。シュラムショテル、パルサーショテル、あ、これが飛びかかちのやつか。雷属性か。ちょっと属性偏ると雷に得意なやつがあれなんでね。どうしようかな。毒とりあえず作るので毒立ちはいいかもしれないね。このままこっちに派生してって回心率 15% の毒属性で緑がちょっとだけ増えるかな。うん、回心ついてるしこっちにしよう。まあいつでも戻せるし。で、まだ戦ったことない敵の素材か。で、あとは装備生産で防具、ランゴ、アロイ、あ、カガチ、試着、あ、意外と普通だ意外と普通だ。でもかわいい。防御力が16で、スキルがジャンプの鉄人。え、こんなつく？回避距離アップだ。ジャンプ中のけぞり無効。へえ、そんなのあるんだ。頭で可愛いのやっぱプケプケな、プケプケ、いやそうでもないか。いやーでもまだ作れないな、素材が足りなすぎる。私今つけてオリジンシリーズってヘッド装備一覧、防御6か。全然違うな。飛びがかち防具作ろうかな。装備生産で防具、どう、腕か腰、足、腰かわいいよねこれ。腰だけ作ろうかなはい、腰を作って、おお、すごいね、こういう運ばれ方するんだ。で、装備して、そうすると何も作れなくなるだと思ったよ。あと銅作ったらなんかちょうど良さそうな。尻尾がかわいい、尻尾が。これで私の今の装備がどうなってんだ、どうやってみんだ、ステータスとかないのかな。
クエスト情報。ステータス的なのないね。いや、どうせマイハウス戻ろうと思ってたから。一回マイハウスに戻って。ここで見ればいいか。いる鳥が、ちょっとウサギにしたいこれ。環境生物を寄り道ウサギ、あーかわいい、寄り道ウサギにしとこう。寄り道ウサギなんか話しかけたりはできないんだね。ただ置いとくだけか部屋に。あれ共同の部屋だった一人部屋じゃ、あ、そっか、一棟になると一人部屋になるのかな。で、お供か、あー、ついてきてる環境生物。お供装備の変更、状態の切り替え。あ、ここか。足止めの虫かご。足止めしてくれんのこれ。あー、なんかたまに置いてたよねテトルーが。でもテトルーが多分置いてくれるからこっちの方がいいかな。回復、回復にしとこう。装備の確認。スキル情報が雷属性攻撃強化。あれスキル変わってない、1個増えた。まあいいや、ついでにアイテム整理しとこう。で補充して、でリスト調合で、あれ回復薬薬草だけでできるの。あ、薬草だけでできるようになったのか。へえ、じゃあとりあえず薬草を集めとけば回復薬いっぱいできるな。これ増やしとこう。45ぐらいでいっか。いや、薬草全部使っちゃおう。多分これ以外に今あんとこ使わないっしょ。で、蜂蜜も作っといて。ここで使うんだ青キノコ。なんかあれだな、組み合わせも変わってるな調合の。よし行こう。来てくれご機団、緊急クエストだ。了解、じゃあ行くか。もうないよね他に。待って、クエストは？クエストなんかあった気がする。任務が今なくってフリー増えてる。卵運搬と小玉サボテン20個、やるか。一気にやっちゃおう、これ。
廃棄。意外と長いね。あほん。さあ始まったぞ。運搬クエストはモンスターの卵とアイテムポーチに入らないアイテム持ちか抱えてキャンプに持ち帰る。うん、運搬を中止することができますって。違うな、スタミナが増えるやつがいいな。あ、そうか、レベル上がったから30プラス30とかある。あ、運搬の達人つくね。これもつくな。おすすめにしようか。おすすめだし。はい、つかなかった。はい、つかなかった。運搬の達人。まあいいけど。卵があるのはあそこかな。あっち飛んだ方が早いんじゃないか。なんかここのさ、いや、こっちじゃないな、こっちかな。かわいい尻尾が。これの上な気がするけど、なんかさ、ディアブロスとかいそうだよね。違う？卵を持っている間は卵好きのモンスターや生みの親に狙われやすいですよ。卵好きのモンスターってあれじゃん、クルルヤックじゃんね。テントに行けばいいんだから、こっちの方が近いよね。回ってく感じか。よし、あれ地図見てる間は卵を下に置いてるんだね。いるじゃん。あら、見つかった。生みの親じゃないよね、リオレイヤって。滑りたい。あ、来てる来てる。これ降りれんのかな。あ、降りた降りた。飛んできそう、火吹かれそう。あー、卵が。どうしようかな、ルートがあれだな。それかなんか別のルートがある。よし、こっち降りてみようか。虫が怖いけどね。なんで斜めに降りるんだ。わあ、そろそろ来たよ来たよ、レイヤーさんが。あ、見つかった。ここ通れんのかな。あ、通れないね。通れない的な。
あー、いけないか。いけませんね、これ。あ、いたいたいた。猫さん。やばいやばいやばい、スタミナが。いや、でもここ通れないじゃん。通れんのかな。通れないよね。多分、あ、いや、やり過ごせられる。待って待って。これ移動したらどうなんの？いや、移動したらダメだよね。これ平気なんだ。あれ、こっちのルートあれじゃないか。あ、やばい。ちょっと一回戻ろう。あー、世界は案外ちっぽけなもんで、踏み出すたび違う顔を見せる。誰一人として感じるものが根本の部分で異なってるんだ。その中で分かち合って繋ぎ合わせて生まれてくる小さな光を灯すため。